紀元前第2000年期におけるアラプハ及びメソポタミア諸都市アラプハはイラク北東部に位置する古代都市。現在はキルクークとなっている。1948年にイラク国営石油会社ノースオイルカンパニーが従業員居住用に造成した住宅地区もアラプハと命名された。アラプハが最初に文字記録に現れるのはウルダイサン王朝である。古代アラプハは 都市名であるとともに地域名、または国名でもあり、アッカド帝国のナラム神王の時代には、アラプハ全土はスバルツに属していた。その後、この都市は、紀元前2150年頃に、グティ人に占領された。アラプハは短命だったグティ王国の首都だった。だが、紀元前2090年頃に、ウルダイ三王朝によって王国が滅ぼされ、 グティジンはメソポタミアから追われたことでそれは終わった。 アラプ派はコアッシリアの一部となる。バビロニア王国がハンムラビ王の時代に短期間アッシリアを服属させたが、その後の衰退によって、死は再びアッシリアの一部となった。このように、アラプ派の支配者は、ウル第三王朝、コアッシリア、バビロニアと変わっていき、紀元前18世紀には、この都市はアッシリア人にとってもバビロニア人にとっても重要な、 公益の中心地となった。しかし、紀元前15世紀から紀元前14世紀初頭にかけては、主に古利人の都市となり、小王国アラープ派の首都となった。この王国は、同じく古利人が主体となっていたミタンニ帝国の一部であり、その勢力圏のほぼ南東端に位置していた。その後、古利ミタンニ帝国は、アッシリアの反撃を受けて破れ、 この都市も中アッシリア帝国時代にアッシリアに完全に組み込まれた。この都市はアッシリアの一部として紀元前11世紀から10世紀にかけて非常に有名になった。紀元前615年バビロニアで起きた反乱への対処にアッシリアが暴殺されている暇にメディア王を記憶されす2世はアッシリアに侵攻しアラプ派を占領して帝都ニーヌベに向かった。その後アラブ派は アケメネスアサペルシア支配下のアトラ州の一部となった。紀元前4世紀、アラプハはマケドニア帝国の手に落ち、後にセレーコスアサシリアの一部となった。ヘレニズム時代、アラプハは再設立された居住地の名前であるシリア語のカーカと呼ばれた。紀元前2世紀中期から紀元3世紀中期までパルティア帝国と初期のサーサーアン朝アの時代、この地は ローマ帝国のアッシュリア属州になった時期を除けば、ベスガルマイと呼ばれるアッシュリア人の小王国の首都だった。サーサーアン・アサは、紀元3世紀中期から後期にかけて乱立したアッシュリア系の諸国を征服していき、アラブ派はサーサーアン・アサの行政区画アソリスタンの一部となった。7世紀半ばのアラブイスラムの拡大によってアソリスタンは崩壊し、アラブ派は最終的に キルクーク・キークックとなった。アラプハは現在のキルクークの地下に存在するため発掘されていない。発掘されていないのに場所がキルクークだと特定されているのは考古学的研究の結果である。同時代の記録の解読と現実の地形の比較などから位置が絞り込まれ、最終的に1926年にイギリスの CJ ガッドが キルクークの丘から発見された年度版にあるアラブ派の名前を見出したことで特定に成功した。また、キルクーク近郊に位置するヌジ遺跡の発掘で出土したヌジ文書などから当時のアラブ派の経済活動の活発さを知ることができる。これまでのところ年代が特定されたものはいない。おそらく存在したオシン・アッシリアの記録でリングとして記載されているアラブ派総督は 以下の6人。これは、帝ト・カルフ総督と同数で、このことからもアラブ派の重要性が伺われる。ゲルノートビルヘルムチョ、ザハアヤンズ。ありがとうございます。